こんにちは、ピアニストのエヴァです。先日 YouTube を始めたばかりで、今回これが2つ目の動画になります。このチャンネルでは、私がもっと早く知っておきたかったなと思うピアノ奏法やポイントを挙げて、ピアノが上手くなりたいと願う人たちにとって少しでも有益な動画作りができたらなと僭越ながら思っています。さて、前回姿勢について触れてみましたが、弾くときに手と一緒に頭が下がるのは NG とお伝えしました。意外と音大生の上手い子でもこの動作は注意していないと発生しやすいものです。なぜそれが良くないのか、そして実際弾いてみたときにいい姿勢と比べてどう音色が変化するのか、今回お話ししてみようと思いました。まず頭が一緒に下がるのが良くない理由、頭と落下してしまうと腕の重さが十分に乗せられないから。例えば強い音を鳴らしたいとき、注意していないと一生懸命になって呼吸をむしろ多く意識しないといけないはずなのに、呼吸が浅くなってしまったり、体の使い方もコンパクトになりやすいです。その延長で多くの人が弾くときに頭が垂直に落ちてしまいやすいです。この脇の下のあたりが狭くなってしまったり、上体が鍵盤に近寄って打鍵する。そうすると手先の重さしか鍵盤に届いていないので、このあたりの腕の重さは本当にちょっとしか乗せられていない状態になります。残念ながら頭や肩の姿勢をキープして、ちょっと蓋を閉じて音を鳴らしてみます。次に同時に頭が落下してしまうパターン、後者の方が鈍い音になっているのがおそらく動画からでもわかるかなと思います。姿勢がいいと空間もできて腕が比較的自由になり、腕の重さをもっと利用できる角度になります。頭が落ちると良くないもう一つの理由は、鍵盤に対する瞬発力が弱まってしまうから。二の腕が自由な方が瞬発力も使えるので、手のひらがしっかりしていればいい響きを生み出しやすいです。もし弱音、弱い音や暗い音を鳴らしたいとき、鍵盤のそばで弾くようなポジションが必要なときももちろんありますが、打鍵と同時に頭が動いてしまうのは弱い音でもおすすめはしません。豊かな広がりのある音色を生み出したいとき、パッセージによっては少し上へ行くような重心を取ることもあります。下でなくむしろ上、ショパンバラード1番、クラシックが好きな方でなくてもご存知の方が多いかなと思います。素晴らしい名曲です。この曲で豊かな響きが求められるパッセージを試しに弾いてみたいと思います。まず今日悪い例としてお伝えした頭が一緒に連動してしまった状態で弾いてみます。次に少し上への重心を利用した場合、前者の頭を下げながら弾いたのは音の減衰が早くなってしまったのがご理解いただけるかなと思います。上体、脇や肘のあたりが上への意識を持つ方が聴衆の魅力を感じる音色がなります。プロの中でももしかするとおそらく高度なテクニックになってくるかなと思います。私の指は海外だとなおさらですが、日本人女性の中でも華奢な方で、冗談で先生にカルシウムもっと食わせろって言われたこともあるくらいなんですけれど、そんな手でもポイントを理解していれば使い方次第では男性や手の大きい方よりもボリュームや色彩感が生み出すことができます。若い時はどのように弾いてる時が自分がピアノをうまく鳴らせているのか、響かせられているのか、曖昧な時も正直多かったです。自分で納得いかない、周りからも評価が出ないような手探りをした期間が長かったです。でも指導を重ねて打鍵の方向、姿勢、呼吸、重心などを工夫することによって、誰でも幼い子でも
ダイナミックな音楽作りをすることができるというふうに気がつけて、それが嬉しい発見でした。本日はここまでです。前回お話しした内容の一部を実践版という形で今回お伝えしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんがピアノを学ぶ上でもしヒントになるものが一つでもあれば嬉しいです。コメント欄によかったら感想もよろしくお願いいたします。まだ日本にいる予定なのでレッスンが気になる方はホームページのリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。動画へのいいねと、まだの方はよかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。バイ。